野村不動産ビルディング株式会社は日本の不動産会社である。オフィスや住宅の不動産賃貸、住宅分譲、保守管理を主な事業とする野村不動産グループ、元東芝グループ。1972年に東芝住宅産業株式会社として設立される、後東芝建物株式会社に称号変更。その後は、 東芝グループ各社と合併を繰り返し、2002年に東芝不動産株式会社となる。大手家電メーカー東芝参加の不動産会社として長らく経営してきた。リーマンショックによる東芝の経営悪化に伴い、2008年12月、当時100%出資の親会社であった株式会社東芝が、 東芝不動産株式の65%を野村不動産ホールディングスに売却したことで野村不動産グループ入りした。それに伴い、レック東芝不動産株式会社に称号変更した。称号のレックは野村リアルエステートグループの頭文字を取った略称である。2015年。 東芝が、レック東芝不動産株式の30%を野村不動産ホールディングスに売却し、東芝の出資比率は5%となった。2020年4月1日、東芝の所有する全株式を野村不動産が取得し、野村不動産の100%子会社となった。それに伴い、野村不動産ビルディング株式会社に称号を変更した。子会社として、 保守管理を行うレックく東芝不動産ファシリティーズを持っていたが、レックく東芝不動産ファシリティーズ株式会社は、同日、野村不動産パートナーズ株式会社に統合された。保有する不動産に、浜松町ビルディング、梅田スカイビル、ラゾーナ川崎がある。ありがとうございます。